二人ともいい加減にして。誰だろう。俺が行くよ。あ、ありがとう。さなまるはタク君のこと見張ってて。うん。さなまるちゃん、この紐ほどいてよ。ダメ。それになんで急に態度変わるの。はあ、俺はいつもこんなんやけど。ごめん、お待たせ。ヤス君、どうしよう。正直に言ったら解放してやるよ。解放？解放したらヤス君クモスかもよ。いいよ、殺してみろよ。度胸だけは一丁前やな。前はそれで俺がスタジオの落書きをしてん。やっぱり催眠ガスを仕込んでスタジオを落書きした。その後ゲームマスターを名乗ってお前らをここのハウスに連れてきた。ごめんごめん。さなまる分かってへんな。俺たち YouTuber やろ。こんなチャンスめったにないで。落書きした犯人も絶対この動画見とうと思うで。なんだあの煙は。睡眠ガスや。こっから出してしまえ。おいさなまる、しっかり。なんでそんなこと。なんで。そっか、さなまるには分からへんよな、俺がどんな苦労をしたんか。とにかくフォロワーを増やしたかった。俺は有名な俳優になりたかった。ただそれだけや。けどな、最近のオーディションはフォロワーがおらんと無理やねん。数百人とかな、相手にされへんねん。だからって、だからって人を殺していいと思ってるの。しょうがないや。だって人殺しが大好きやからな。ニュースで取り上げられるためにな、有名な気分になって快感を覚えんねん。その快感に俺の友達を巻き込むなよ。ごめんごめん。だって俺の縄張りに来るんやもん。ここを事故物件なんて言ってさ。まあある意味やってるけど。タコ君、タコ君のやってることは犯罪だよ。有名になりたい、有名になりたいからって人を殺してもいいのかよ。人の気持ちを考えたことあるのかよ。ねえだろ。気持ち。そんなん考えたこと1ミリもないわ。だって今の俺はタコ君じゃないもん。何？タコ君じゃない？どういうこと？俺の意志は二つあってな、勝手にこいつが出てくんねん。邪魔なシュガーが。シュガー？うん、シュガーとチョコレート、二つの人種を持っとんねん。俺がチョコレートで、で正義ぶってんのがシュガー。俺一人で十分やのにな。意味わからんよな、チョコレートとかシュガーとかって。ねえ
さあ、知らんな。勝手に出て。ねえタコくん、ねえタコくん、ねえタコくん。あ、どう、タコくんの様子は。うん、ぐっすり寝てる。おい、その紐。ああ、これかわいそうだから解いてあげた。なんでそんなこと。タコくんだってわざと人を殺してるんじゃなくて、なんというか、まあ仕方ないんだよ。けどあいつが暴走したらどうするんだよ。次は俺たちが殺されるかもしれないんだぞ。どうするんだよ。そんなこと考えてなかった。あれ、二人とも何しとん、こんなとこで。タコくん具合どう。今どっちのタコくんなの。どっちのタコくん、何言うとん。うわー、ビールもらい。もう心配した。普通にもらってくれてよかった。俺はいつでも元気やで。ほら乾杯しようぜ。おれおれ。あ、いいや、俺水あるし遠慮しとく。私も遠慮しとくわ。じゃあまあ、いただきゅーす。死んだ。ねえ、ヤス君、何したの。さあ、勝手にビール飲んで死んだんじゃない。あ、そんなことないでしょ。何したの。もう、そんなに興奮しないでよ。これ、青酸カリ。これでタコ君のこと眠らせたんだ。青酸カリ、なんでそんなもの持ってんの。そう、さっき届いた。俺が行くよ。あ、ありがとう。さなまるはタコくんのこと見張ってて。うん。開け口のところに塗ったんだよ。開けた時に青酸カリが中に入るようにね。そうすれば未開封のビールに毒を入れることができる。塗った蓋が内側に入るから痕跡を隠せるってわけ。あんたバカ、なんでそんなことするの。復讐に決まってんじゃん。友達の栄太郎が死んだんだ。あいつは何も悪くないのに。それにこいつは俺のフォロワーが少ないことバカにしやがる。もううんざりなんだよ。たまたま入稿でバズっただけの男が。何すんだよ、サナマル。タコくんは、タコくんはバカになんてしてない。いつもヤスくんのこと考えてるんだよ。なあ、サナマル。ん？どうした？ TikTok のさ、フォロワーってどうやって伸ばすんかな。どうしたの急に。もう十分バズってんじゃん。いや、そうじゃなくてさ、ヤスくんの。ヤスくん？俺はさ、あんま努力せんとさ、たまたま増えただけのフォロワーやんか。如意棒でバズっただけの男。でもさ、ヤス君はさ、めっちゃ頑張っとんのにさ、フォロワー全然増えへんやん。だから、まあ二人で頑張ってフォロワー増やしたいなって思って。タコ君、やっぱ三人で有名になりたいやん。俺とサナマルだけがバズっててしゃあない。やっぱ3人でバズらんと。
タコくん、ヤスくんのフォロワーが増えるためにはどうしたらいいかって必死に考えてた。嘘だ、そんなの嘘だ。嘘じゃないよタコくん、今のフォロワー2万人は俺一人のフォロワーじゃないって、3人がいたからこそフォロワーが増えたんだって言ってた。フォロワーが少ないからってバカになんてしてなかったんだよ。俺はなんてことを。でも栄太郎のことは許せない。タコくんが二重人格ってこと私も初めて知った。でもこれはしょうがないよね。そうだね、やり直そう。また最初から地道に一緒に努力しようよ。うん。